僕には好きな人がいます。それは僕の緑、今日も尊い、好き、誰のものにもならないで。みどりさん、最近よく携帯チェックしてるっすよね。あ、まさか彼氏？違うよ、そんな人いないから。 SNS の通知チェックしてるだけでしょ。みどりちゃん、 VTuber デビューしたんだもんね。配信見たよ、またフォロワー増えてたね。 VTuber ってバーチャル YouTuber のことっすよね。うん、異次元のアバターを使って配信や動画投稿をするライバーのことだね。すげえ、みどりさん人気なんすか？最近見てくれる人が増えてきたんだ。あ、でもちょっと困ったリスナーさんがいて。困ったリスナー？迷惑な絡み方。今日はいい天気だったね。僕のお昼はコンビニの生姜焼き弁当。みどりちゃんは何食べた？また遊んでるの？ほどほどにしろよ。お前本当に甘いもの好きだよな。ああ、この人ってみどりちゃんの彼氏さん？違うよ、普通のリスナーさんだよ。何これ、誰目線でリプ送ってんの？不思議な人もいるもんだな。あれ大地くんどうかしたの？みどりさんをお前呼ばわりすんじゃねえ。そこ、てめえはみどりさんの何なんだよ。まあ落ち着いて大地くん。それで困ってるリスナーさんってこの人だよね？うん、この人ね、配信にもよく来てくれてすごく好いてくれてるみたいでね。それは嬉しいんだけど。こういうリプライが頻繁に届くと。うん、でもそれだけじゃなくて。はあ、悪魔無事に倒せてよかった。今何してるの？ツイートが5時間ないから寂しいよ。返事ちょうだい。あ、また DM 来てる。とりあえず何かツイートしておかないと。悪魔退治中とは言えないし。そうだな、学校終わり今から帰るっと。これでツイートして。うわ、もうリプライが。迎えに行こうか。いや、それ…やべえ、リスナー…冗談だよね。みどりちゃんの居場所がわかるわけないし。そうだと思うんだけど、でもやっぱり怖くて。そりゃそうだよ、四六時中メッセージ来るんでしょ？うん、せっかく好いてくれるリスナーさんだから邪険に扱うわけにもいかないし。でも、みどりさんが怖がってるのに何もできないなんて…わかりました、ここは俺が一肌脱ぎます。男とコラボすればいいんす。 LINE 越え。お、みどりの新着ツイートだ。今日の配信の待機所かな。ん、コラボ珍しいな。相手のアカウントはと。あ、これまさか男。ふん、いやいや、みどりだってプロだし、断れない仕事のコラボ話とかもそれあるよな。うん、コラボ相手に挨拶しておいてやるか。うちのみどりをよろしくお願いしますと。あ、待機所作成忘れちゃダメだよって DM しとこ。こんばんは。今日はよろしくっす。これが大地か。まあ声はいいんじゃない。わ、投げ銭がこんなに。コラボだからっすかね。一人一人読んでいきますね。皆さん本当にありがとうございます。僕も投げ銭しよう。500円と。雪見大福さん、投げ銭ありがとうございます。もうすぐ僕のスパチャだ。あー、5万円の投げ銭。麻婆豆腐のタレさん、そんな高額な投げ銭、ありがとうございます。え、僕のスパチャは。
なんで僕の投げ銭だけ読んでくれないの。まさか見逃したの。いくら数が多いからってあんなにいつもメッセージ送ってるのに。じゃあ今日はみんなからの質問に答えていきたいと思います。最初の質問は、初コラボおめでとう。早速質問ですが、お二人はどういう関係？あ、俺はみどりさんのリアルの知り合いで。大地くん、それは内緒で。え、そうでしたっけ。すいません。うわ、リアルの知り合い。僕の知らないところで、僕のみどり、他の男の前でデレデレして、僕を失望させないでよ、みどり。みどりさん、こんなこと言うのは間違ってるって分かっているんだけど、でもコラボしている時の君は心配です。君は心配性だからコラボすると。お気持ち長文やべえ。怖、リスナーの民度悪。コメントの雰囲気が荒れてるな。みどりさんも絶句してるっぽいし、なんとか雰囲気を変えねえと。うわー、やべえ、コーラがテーブルに。すいません、テーブルがコーラ飲みました。コーラ大変。え、大地くん、ドジっ子。気をつけなよ。タオル持ってきたよ、ほら。すんません。ここがスタジオ。そうか、今日はコラボだからスタジオで撮影してたんだね。みどり、ネットに慣れていないんだね。本当に可愛いよ。今は写真の写り込みだけで場所なんてすぐ特定できちゃうんだからね。機材が壊れなくて本当に良かったね。あの声、間違いない、みどりだ。やっと会え。本当にすみません、迷惑かけて。この声はまさか大地。こいつら、このスタジオで配信してたのかよ。何？写真？なんだてめえ、勝手に人を撮ってんじゃねえよ。みどり、僕は悲しいよ。どうして私の名前を。お前、もしかして例のリスナーか。まさか本当に会いに。配信者はリスナーがいないと何もできないのに。僕はこんなにも君のことが好きなのに。おい、さっきから聞いていればリスナーありきなのは確かだけどよ、てめえみたいなリアルにとつってくるやつはただのライン声だ。殴るのか、そんなことしていいのか。ああ、さっき撮ったこの写真ネットにばらまくぞ。え、人気急上昇中の VTuber の中の人だもんね。コラボ相手の男と一緒に歩いている写真なんてどれくらい燃えるかな。そんなことしたら大地くんにも迷惑が。てめえ、その写真消しやがれ。やるのか。やるぞ、俺はネットに流すぞ。てめえ、ほら暴れるな。全部お前のせいだ。俺のミドルを誘惑するお前のせい。やめて、やめろってんだろ。え、みどりさん、ピーピーうるせえんだよ。私は誰のものでもねえし、てめえが好きなのは私自身じゃなくて配信者の皮をかぶった私だろうが。みどり、いきなりどうして。お前、警察捕まりたいか。休止ってことで、無事に警察に引き渡せはしたんすけど。え、じゃあ VTuber お休みしちゃうの。もったいない、せっかく人気が出てきてたのに。うん、でもいろいろあったからちょっと休憩したいなって。休憩ってことはまた再開の予定もあるんすか。そうだね、暖かくなった頃とかまた考えたいな。へえ、まあその時を楽しみにしてるよ。本日の結果、みどりの勝利。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あなたも魔法少女になろうよ。